皆さん、心臓を大切にしていますか？決まった。はじめまして、私、内科医のドクター、ハッシーと申します。どうぞよろしくお願いします。さて、今日はですね、皆さん、なんと、お待ちかね、心臓についての動画でございます。心臓、題して、放置厳禁、心臓の出す危険信号ということでね、心臓ちゃん、皆さん持ってると思うんですけれども、あ、持ってない方いたらですね、ぜひ、コメント欄でね、暴露していただければと思うんですが、白状してください。今日はですね、心臓がちょっと弱ってきてるよっていう時にですね、出てくる危険信号ですね、これはもう我慢しちゃいけないよって、病院に行かなきゃいけないよっていうね、それ先に知っておいてもらえるとですね、やっぱりね、なんかあった時に自分でね、あ、すぐになんか病院に電話しなきゃとかっていうよりは、自分で、あ、これはみたいなね、すぐ気づくことができて、それで病院に行けるという、まあ、いざという時にね、絶対知っておいてほしいなっていうね、話を今日させていただきます。それですね、まあ、今日はね、あんまりね、長くならないように、大体1分から2分ぐらいでね、動画まとめたいと思うんですけども、男に二言はございません。しっかりギューっとね、こうね、うまーい具合にこう要点だけを絞ってね、お話しさせていただくんですが、今日もうね、まとめときました。見てください。もう今日は出血大サービス、心臓の動画だけにね、出血大サービスでございます。10位9位8位7位6位、5位4位3位、栄えある第1位。心臓に危険な話っていうのはね、流行る第一位っていうのもおかしな話ですけども、いつも通りの流れでございますね。そしてなんと最後にはね、もう誰もがもう、あー早く聞きたかったよそれっていうね、いうようなね、大切な話で終わらせていただきたいと思います。むしろ今日のお話は、この大切な話をしたいがために、この全部布石があると言っても過言ではありません。これ全部ね、伏線回収、大切な話、あ、もう早く聞きたいよって方もいるかもしれませんが、この大切な話ね、トって飛ばしちゃダメですよ。飛ばしたらすぐ分かりますよ。飛ばしたらこっちすぐ気づいたらすぐ非公開にしちゃいますからね。皆さん絶対に飛ばしてみちゃいけません。もう最初から最後までもうね、耳暖房にして、動作にして聞いてくださいね。はい、では早速いきましょう。心臓がね、ちょっと疲れてる時に出てきてしまう症状、第10位です。心臓が疲れてくる時に出てくる症状、第10位、胸痛。第10位、胸痛でございますね。ちょっと書いていきましょう。第10位ですね、第10位は胸痛でございます。はい、皆さん、心臓がね、ちょっと調子悪いなった時に胸が痛くなる、まあ、なんか当たり前のようで、実はん、でもよく考えるとなんでだろうって思いませんか？これですね、ちょっとよく考えるためにはですね、やっぱり分解してこう考えなきゃいけないんでね、ちょっとね、絵を描きながら説明したいと思います。今日はですね、皆さん、よいしょ、ホワイトボードもね、たくさん用意してありますしね、皆さんに喜んでいただくためにね、マジックもたくさん準備しておきました。ちなみに、これも間違って2個買っちゃいました。ちなみにですね、ハッシーチャンネル、ドクターハッシーチャンネルをですね、登録していただいていることのことをですね、ハシラーさんと呼んでいるんですが、まあ、ハシラーさんにはですね、まあ、絵が上手すぎて、画伯だと、もう古典早く開けと、これ世界遺産になるんじゃないかと、古墳レベルだと、あ、そういうふうに言われてますからね、皆さんぜひですね、ハシラーになっていただいてですね、まあ、僕のね、を見習ってね、絵描けるようになってもらえればと思うんですが、まあね、心臓の絵っていうのはですね、僕描けるようになるまでね、修行がですね、3年ぐらいかかりましたからね、皆さんもね、おそらく3年以上はかかるとは思うんですけれども、やっぱりね、努力が大事ですから、皆さん、これが心臓であることを認めていただいてですね、この心臓ちゃん、まあ皆さんね、胸に手を当てて聞いてくださいね。はい、心臓がうなっていると思います。心臓ね、うなってますね。はい、ドックンドックンいってます。さあ、この心臓ちゃんですね、ちょっと噛んだ、二度と噛みません。この心臓ちゃんですね、皆さん、何してますか？何してますか、心臓。はい、そうですよね、ドックンドックン動いてね、血液体中に送っちゃってますよね。こいつやるやつですね。さて、こいつ、じゃあなぜドックンドックン動けるんですかね。すごくないですか？ほら、皆さん手あると思うんですけど、この手どうですか？ドクンドク動きますか？まあ、ちょっとね、震えたりとかしますけれども、ドクンドク動かないですよね。これ心臓ちゃんドクンドク動くんですよ。これめっちゃすごくないですか？っていうことで、まあ、うちのチャンネル、僕のチャンネルでですね、こんなに細かく丁寧に話すのは初めてかもしれないですけど、ちょっと心臓ちゃんをですね、ブチッと切ってですね、そこの部分ちょっと細かく見てみたいと思います。恐ろしい図が出てきました。ちょっと難しい図なんですけどね、これ実はですね、一個一個、これ細胞ちゃんなんですね。細胞ちゃん一個一個こういうふうに、結構デカめの細胞ちゃんなんですね。細胞ちゃんって皆さんイメージ湧きますでしょうか？ちょっと細胞、普通の細胞ちゃんの絵描いてみましょう。はい、普通の細胞ちゃんですね。普通の細胞ちゃん、こういうふうになってんですね。で、細胞って言葉はあんまりイメージ湧かないと思うんで、ちょっとね、細胞って言葉ね、漢字描いてみるとですね、こういうふうになるんですね。細胞ですね、細かい袋
袋と書いて細胞でございます。でこの細胞ちゃん、これがすごいたくさんつながってですね、実は人間になってるわけですね。人間こういうとこブチってちぎってみたとしてもですね、こうやって1個の細胞たちがですねたくさん連なってこういう風にできてたりするわけなんです。それで心臓も同じようにこれ細胞がつながってできてるんですね。そしてその心臓だったらどうなってるかっていうと、こういう感じなんですね。なんかいろんな細胞たちがこう、まあ、ちょっとなんか融合したりとか、いやこうやってね、なんかこう融合したりとかね、こういう風にしたりとかしてですね、これ細胞ちゃんこういう風になってるんですね。でこいつらがこれギュッギュッってこう縮まったりするから、これ心臓がギュッギュッっていくんだよと。すなわち心臓は何かと同じなんですね。さあこれ何だと思いますか？はい、そうなんです、これ筋肉と一緒なんですね。なんかちょっと書いてみましょう。心筋細胞ですね。一個一個の細胞ちゃん、これ実はですね心筋細胞っていう細胞なんですね。なんで心臓の細胞なんですよ。人間っていうのは31兆個もしくは32兆個ぐらいの細胞でできてると言われてるんですよ。なので心臓もですねこの細胞ができてるわけですね。でなんで細胞ができてるのって分かったかっていうと、こうやって顕微鏡で覗いたから分かったと。顕微鏡ってすごいですね。さてこの細胞ちゃんたち、心筋細胞ちゃんたちがですねたくさん集まって心臓になっているのが分かったところで、さっきの子ですね、おめえ誰だ、これですね、こうやってまあすごいちっちゃい細胞たちがこうやって集まってるわけですね。こうやってね、はい、ちょっと書いてみましょう。こうやってねすごいちっちゃい細胞たちがこうやって集まって心臓になってるわけですね。はいはい、こういう風になってるわけです。さあなんとか恐怖症の方はね結構辛い図かもしれませんが、これですねこうやって細胞ちゃんたち、心筋細胞ちゃんたちがたくさん集まって心臓って言うんですけれども、さてこのちっちゃい細胞たち、ちっちゃい細胞たち、これいわゆる小さい生き物みたいなイメージです。ちっちゃい生き物です。生き物って言います、皆さんイメージ湧くと思うんですよ。ちっちゃい生き物、あのちっちゃい虫とかね、なんかゾウリムシとかなんかそういうのも全部そうですね。ちっちゃい生き物でございます。こいつもちっちゃい生き物がたくさん集まって一緒にギュッギュッギュッってこうやってくれるから、血液をギュッギュッってこう送り出すことができるよと。こいつら一匹一匹がすごく頑張って生きるわけです。そのために必要なのは皆さん何ですか？はい、そうですね、エネルギーですね。栄養が必要なんですね。栄養が必要なんです。こいつら一匹一匹がちゃんと栄養を手に入れて、それでエネルギーを作り出すことでギュッギュッっていう風にできるんですね。だからこれすごい大事なの、栄養が届くことなんです。さあこいつらに栄養をどうやって届けますか？皆さん、はい、栄養届けていきましょう。血液ですね。血液で栄養を届けるわけですね。ということで心臓ちゃんの周りにこうやってね、こうやってね、こうやって血液入れてやりましょう。血管ね、血液流してあげましょう。血管こうやって走ってるわけですね。こうやってね、細かくこうやってクク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 クはい、ありがとうございます。これ心筋細胞ですね。ちゃんが、心筋細胞ちゃんがここから血液の中の栄養を取って、こいつが生きることができますよ。みたいな、こういう感じなんでございます。さて、こっからがポイントです。もしですよ、皆さん。この心臓の周り、ここに血管がありますね。この血管がもし、プチッ、閉塞しちゃった。これ潰れちゃって。そうするとこれ、血液こうやって流れるんですけど、ここ潰れちゃったらどうですか？血液？はい、これ流れなくなっちゃいますよね。で血液が流れなくなっちゃったら、こっちの方に血液が流れなくなっちゃう。これもう全部ダメになっちゃうわけですよ。でもしダメになっちゃったら、ここに栄養が、はい、行かなくなっちゃう。行かなくなったら、ここの心筋細胞ちゃんは生きて、はい、行くことができない。これダメージ受けちゃうわけですね。なのでここちょっとダメージ与えてみましょう。ボーンってね、ダメージ受けました。さてこいつどうでしょうか。この周りにはですね、神経もあります。いろんな神経が走ってたりとかします。この神経もね、うわっここやられちゃったよって気づいた時には、はい、そうなんです、これ痛みに変わるわけですね。すごい痛みに変わるわけでございます。ということで、もし心臓がね、血管が詰まっちゃったりだとかした時に、心臓が弱ってきた時に出てくる症状の一つに、はい、これ胸痛っていうのがあるわけなんですね。胸の痛みっていうのがあるわけですね。ちなみにこの心臓の血管が詰まる病気のことを心筋梗塞って言いますよね。心筋梗塞じゃなかったとしても、例えば心不全といってですね、これ心臓自体がちょっと動きが弱くなってきたりとかした時にも、これ血液の流れはどうですか？これ血液の流れも弱くなっちゃいますよね。ということで、ここの細胞ちゃんたちもやっぱりダメージを受けるわけなんですよ。ダメージを受けるってことは何かが発生します。さあ何が発生しますか？はい、そうなんです、痛みが発生するんですね。胸の痛みが発生します。ちなみに心筋梗塞の痛み、どれくらいの痛みか皆さんご存知ですか？
あのもしね心筋梗塞、経験あるよっていう方はですね、ぜひコメント欄で書いていただきたいんですけど、あ、そうそう、あのね、コメント欄、ここにも書いてあるんですが、まあ、スマホちょっと字ちっちゃいんでね、僕読みますけれども、ぜひですね、これコメント欄にコメント書いてください。で、どんなコメントかっていうと、自己紹介とか最近嬉しかったことをぜひ書いてください。これね、書いていただけるとですね、まあ、僕らなんて医療なので、やっぱりですね、1対1でやりたいんですよ。できればみんなにこういう風にやってねっていうよりは1対1でやりたかったりするので、ぜひどんな人がこの動画見てくれてるのかなっていうのをね、僕の方も知りたいんでね、ぜひですね、自己紹介とか、最近嬉しかったこととかね、価値観とか書いてくれるとすごく嬉しいですね。はい、そしてあと夢とか目標とか頑張ってることですね。医療の世界っていうのは悲しいことばっかりなんですよ。で、なんで医療やってんのかなって僕本当に悩んで落ち込んでた時に、夢聞かせてくれた時に、あ、これを応援するために俺は頑張ってんだっていう風にね、頑張れたりとかした時あったんですよ。なので夢目標絶対聞くことにしてるんですよね。ぜひ夢目標頑張ってること、これね、教えていただけたら、僕じゃなくて例えばかかりつけの先生いた時にもぜひ教えてあげてください。そうしたらですね、多分嬉しいと思うんですよ。普通嬉しいはずなんですよ、人間の心があればね。本当に夢目標頑張ってること、これ応援したくて医療やってるんで、ほとんどの医療従事者がそうだと思います。ぜひ教えてください、よろしくお願いします。そして動画の感想、勉強になったこと、これね、書いてくれると嬉しいですね。僕もですね、成長中でございます。どんどん成長したいので、皆さんぜひコメントで僕のこと育てるような感じでね、優しめの、オリーブとかオリーブオイルとか、なんかね、こういうので、なんていうんだ、なんか白い薄い紙みたいなね、ゴムみたいなやつがね、いろんなのでね、かぶせていただいて、あ、うちは下ネタチャンネルじゃないので、下ネタ言わないので、皆さんね、勘違いしないでくださいね。はい、ぜひ育てるような感じでコメント書いていただければと思うんですが、ぜひね、心筋梗塞もしくは心不全、症状を経験したことがある方、ぜひコメント欄に書いてください。下ネタよりもそっちの方が大事です。ぜひ書いてください。で、それでですね、実体験とかをですね、やっぱり共有できたりとかすると、ああ、なるほどって、どん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 病気とかね、人間の体の症状とか、イメージが湧くようになってきます。で、イメージが湧くようになってくると、例えばいざという時に医者の言葉が理解できたりとかします。普段ね、かかりつけの先生の話がね、すごい理解しやすくなったりします。なので、ぜひね、皆さんで、こう、どん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 コメント欄をね、盛り上げていっていただければと思います。ちなみにですね、皆さん、ちょっとね、ちょっとだけ補足なんでございますが、これさっきわざとこの心筋細胞の絵を描いたんですよ。まあ普通に細胞の集まりだよって言えばよかったじゃないですか。でもあえてこれ心筋細胞って言ったのはですね、この心臓ちゃんって、ちょっと皆さん胸に手当てていただいて、ドックンドックンドックンっていうじゃないですか。これ1分間にどれくらいドックンドックンいってるか皆さんご存知ですか？はい、ありがとうございます。これ大体1秒に1回ぐらい、1分に60回ぐらいドックンドックンいってるんです。1分に60回ぐらいギュッギュッてやって、血液を全開でギュッギュッて体中に送るわけですよ。ってことは結構なスピードだっていうのは分かりますかね。なんかイメージ湧きますかね。結構なスピードでギュッギュッギュッてやってんな。つまりですよ、俺も収縮するからおめえも早く収縮しろよって言って、すぐに教えてあげなきゃいけない。まあこれを細胞と細胞の間の情報伝達とかって言ったりするんですけど、その時にお隣さん同士でこうやってヒュッてこうね、電気が流れるイメージですかね。まあ電荷とかイオンとかっていうのが流れるわけなんですけど、まあ電気が流れると思っちゃっていいです。電気が流れてくれればビューンって電気流れるんで、そうしたらギュッて言った時にこっちもギュッて急いで一緒に行ってくれそうな気しませんか？ということで、細胞と細胞が連携しやすいようになってる、それがこの心筋細胞っていう特徴なんですね。ちなみにこの話ぶっちゃけ本当は知らなくてもいいぐらいの話なんですけど、僕のチャンネルちょっとねレベルを上げていきたいなと思いまして、でこのレベルを上げていきたいなっていうのは何かって、今ごめんなさいね、俺今画面から出てっちゃった。どうやってレベル上げていくかっていうとですね、レベルって上げ方いろいろあるんですよ。ちょっとこれ勉強の仕方にもなってくるんですけど、なんか言われて覚えるとかじゃなくて、言われたことを理解できるように普段から考えたりとかできるように、知識のストックだったりとか医者の考え方、医者の視点みたいなのをこう身につけてほしいなっていう、そういう風にちょっとチャンネルのね方針をねより専門的にしていこうかと、思っています。多分僕のチャンネル見てくれてる方はね、ほとんどの方がすごい健康リテラシー高い方だったりとかすると思うので、まあついてきてくれるかなと思ってるんですけど、ちょっとね難しすぎたりとかしたらぜひ言ってください。コメント欄でね教えてください。心臓の話してる時に救急車の音が聞こえるっていうね、素晴らしい動画でございますけれども、今お話しした内容どういう話かっていうと、例えばですよ、これですね、心臓ちゃんの絵描きましたよね。これ何かっていうと、人間の体をバラバラにして、見てみたらどうなってるかっていう学問、いわゆるこれ解剖学という学問になるわけですね。解剖学では何やるかっていうと、ただバラバラにするとかじゃなくてですね、そこにある名称ですね、医者同士があそこのなんとかっていうふうにね、あそこをどういうふうに病気になってるか、どういうふうに治療しようねとかってこう言いやすいようにするためにですね、名称があるんです。
んですね。で、例えばこの話だと、この心臓だとですね、ここの部分、この血管、心臓を栄養する血管ですね。この血管、皆さん何ていう名前かご存知ですか？はい、これ言えた方素晴らしいと思います。これ心臓に冠がかかってるみたいなので、これ冠動脈っていうんですね。冠がかかってるみたいなので冠動脈なんていうんですね。あ、由来わかんないですよ。多分そんなもんじゃないかなみたいな感じですけどね。まあ冠動脈って言えればいいんですよもしね、ちゃんとした語源知ってる人とかですね、由来してる人はぜひコメント欄で書いてください。それただの僕の勉強不足です。ただ覚えやすいように、まあ、冠かぶってるみたいだねみたいなね、冠動脈みたいな、冠動脈みたいな、あー冠動脈だみたいなね、なんかそういう感じニュアンスでね、とりあえず使えるようになっていけば、後からね、いろんな興味湧いてくると思うので、冠動脈ですね。そこで橋ちゃんちょっと弱いんで、日本語弱いんでよろしくお願いします。冠動脈でございます。で、この冠動脈の右冠動脈とか左冠動脈とか、こう右側にあるか左側にあるかとかですね、あと前の方に行ってる前下行詞とかですね、後ろの方に行きますよとか、これ回旋詞とかですね、下行詞とか、いろんな名前があったりとかするわけですね。で、そういう細かい名前はぶっちゃけ覚えなくていいなとは思ってるんですけど、ただ心臓も血管があって栄養されてるんだな、その名前は冠動脈。ここまで覚えてればですね、もうレベルブラーンでございますよ。なので自信持ってもらって大丈夫です。ということで、まあ、これは解剖学っていう学問ですね。これですね、こっちの図はこれ細胞がいくつか集まってできてるよ。これはですね、細胞と細胞が組み合わさってどういう風に織りなさってますかっていうことで、これ組織学っていう学問なんですね。組織学、顕微鏡で覗いたらどういう風になってんのって勉強する学問と言い換えていただいても大丈夫です。組織学ですね。顕微解剖学なんて言い方をすることもあります。はい、この図、心筋細胞、心臓をブチッとちぎってみて、それで顕微鏡で覗いたらどうなってるかな、これもですね、顕微解剖学、組織学ですね。で、心臓の組織をこれ見てみたっていう話になるわけですね。そしてさらに組織学の上に、これ電気ビューっていきますよなんて話をしました。これはですね、電気生理学なんていうね、難しい言葉なんですけど、ちょっと書いてみましょうか。これ電気の流れのような、生理学ですよ。まあ、心臓のね、電気が流れたり、もしくは神経とかね、勉強もしたりとかするときもありますけれども、電気の生理学ですね。電気生理学で、生理とかってよく言うんですけど、生理はですね、生物の理科、いわゆる生き物の仕組み、断りですね、生き物の断り、仕組みとかを学ぶ学問ですよ。特に電気に関してね、電気はビシビシ走りまくるんで、人間の体って。なので電気生理学なんていう学問で勉強したりするわけですね。こうやって皆さんにはですね、医学部に入らなくても、あ、これちょっと面白いなと思ってもらえるようなところをですね、僕がこううまい具合にピックして、台本6時間ぐらいかけて作ってですね、こうやってお話をさせていただいております。なのでですね、なんかちょっと医学部入んなくても医学のことちょっと勉強したいなって方はですね、ぜひ普段からドクターハッシーチャンネルを、見ていただければと思います。で、ドクターハッシーチャンネルですね、 YouTube 開いた時になんか検索窓で、あ、まあじゃあちょっと今日は勉強してもいいかなって思った時にですね、ドクターハッシーとかで検索していただくとですね、まあいろんな動画流れてきます。ぜひね、ドクターハッシーって検索するね、まあ癖つけていただければとは思うんですけども、まあハッシーにそんな見たいやって思う方もいないと思うので、その方はここでお別れです。ぜひですね、ドクターハッシーって検索していただければと思います。で、それもちょっとね、めんどくせえなって思う方はですね、この画面の下にチャンネル登録っていうボタンと高評価ってボタンがあります。ぜひね、それ両方とも押してください。そうするとですね、チャンネル登録していただければ、僕の動画がね、たまたま目に入って面白そうだなと思った時にクリックできるのと、あと、高評価を押してもらうとですね、こういう医学の話をですね、しっかりしてる、チャンネル動画がですね、他のところにも流れやすくなったりとかして、他の人の健康につながったりとかすることもあります。それが YouTube の素晴らしいところなんじゃないかなっていうふうに思ってるんでね、ぜひ皆さんにはですね、チャンネル登録と高評価、あとドクター走って検索、ここのところだけはね、なんかお願いしたいななんて思います。なんか閉まんねえなさあ、胸痛ですね、胸が痛くなる仕組みっていうのは分かっていただいたと思います。やっぱりね、細胞がダメージを受けるとですね、そこ痛くなるわけですよ。だってこうガッて削られたりとかしたって痛いじゃないですか。なんだってそうなんですよ。人間の体っていうのは生きていくために痛みを感じたら逃げられるようになる、気をつけなきゃいけないなっていうふうにできる。これ痛みっていうのはすごい苦痛だからこそ逃げなきゃダメだよっていう教えてくれるサインだったりするわけですね。なので今回今心臓の話しましたけど、胸痛の話しましたけど、心臓以外でも何か痛みを感じた時には、おこれはいつもと違うぞって、これ体が教えてくれてるなって分かる、そういうことなんですね。こうやって応用が効くようになりませんか。こういう風に細胞の話までしてるとね、組織学の話までしてると、あ確かにそれはありえるなみたいなね、話になってくると思います。ぜひね、僕の動画ね、ちょっとね短めなんですけれども、しっかり見ていただくとですね、それ1本だけでもね、あお腹いっぱい疲れたって感じだと思うんですけど、相当応用が効くようになりますんでね、外でドヤ顔できますんで、ぜひね、いろんなことを勉強していただければと思います。
それでは第9位に行きましょう。心臓が出す危険信号第9位、関連痛。第9位ですね、関連痛。ちょっと難しいんですけど書いていきましょう。胸感。はい、うちのチャンネルは下ネタ一切いません。でですね、あ、ここにですね、ちょっと文字こういう風に書いてるんですけど、これネタバレだけは気をつけてください。コメント欄たくさん書いてって言ったんですけど、アウトプットはガンガンしていただいて大丈夫です。ただですね、やっぱりパッとこう、ネタバレみたいな感じになってるとですね、後からね、楽しみに見ようと思ってる方がですね、そのちょっとネタバレ見ちゃうと、あーみたいなね、感じになっちゃいますので、ぜひね、その方たちのためにもですね、僕のためにもですね、ぜひ、これネタバレしないようにしてください。これね、ネタバレってですね、ちょっと危ないんですよ。どっちかというとこの医療関係の話とかだと、例えば痛みだけ、これ例えば切り取ったりとかすると、あ、痛きゃ全部病院かみたいな話になっちゃうわけなんですよ。じゃなくてきちんと全部の流れがあるので、ぜひですね、ちょっとこれね、ネタバレだけは注意していただければと思います。で、この関連痛ですね、ちょっと難しいんでね、これ書いていきましょう。関連痛理解できるようになっちゃったらすごいです。関連痛ですね、関連痛、まあ難しい学用語があったら、はい、バラして考える。いや、これですね、癖にしていただけると医学すごいレベル上がるんでね。関連痛でございます。関連する痛み。まあ、そのまんまなんですけれども、この関連痛、ちょっとですね、仕組みを、知っておいてもらいたいんですが、ちなみにですね、ちなみにですね、だって。どこの方言でしょうか。ちなみにですね、ドクターハシチャンネルはですね、たくさん絵を描きます。ホワイトボードたくさん描きます。まあ、これはイメージ沸かしてもらうっていう意味で、絵下手くそなんですけど頑張って描いて、おります。でですね、皆さんにはですね、もし必要だな、ここのとこポイントになりそうだなと思ったらですね、ちょくちょくスクリーンショットを撮って後から復習していただけると理解が深まるかと思います。すげえうまく描けた。やば、いやー、レベル上がったぜ。これが人間であることを認めていただいてですね、人間様はですね、何かいろんな痛みとかがあった時にはすぐ感じられるように、なっています。温痛覚って言ってですね、温度だったりとか痛みだったりとか、もうとにかくすぐに脳で感じることができます。もしくはですね、なんかちょっと、柔らかいものをこうやって触ったりとかした時にも、お、触ったなみたいな感じになるわけでございますよ。どっかのおっさんがガンぶつかってきたら、いったーとか、これもすぐに感じられるわけですよ。これですね、いろんなこの感覚っていうのが人間は感じられるようになってるわけなんですが、さて、どうしてそれ感じることができるんですかね。はい、ありがとうございます。これですね、まあこのおててからですね、こうやってこの背中の部分にあるこの脊髄っていう場所があるんですね。脊髄、ここにこうやってグワーッとこう脊髄が走ってるわけなんですが、この脊髄ですね、この脊髄にグワーッとこう入っていってですね、そしてこの脊髄を登っていって、そして脳みそ、ここに脳みそがあるわけなんですが、この脳みそに痛みを感じさせてくれるという、そういう仕組みなんですね。なので、これですね、下の方から上の方に登っていきますよ。これを上行路なんて言ったりするわけですね。上行路、上に登っていく神経ですよみたいな。で、逆に皆さん、手足ちょっと動かしてもらってもいいですか。こうやってね、こうやって動かすことできますよね。これ何かっていうと、おい、おめえら動かせよっつって、こう下に行ってですね、こうやって手を動かしたり、足を動かしたりとかするというね、脊髄を通ってこれ、手とか足の神経に行くわけですね。これ、何路か、上に行くんじゃなくて、はい、そうなんです、これ、下に行くので、これ、下降路っていうんですね、下降路でございます。なので実はですね、この脊髄にはですね、感覚を感じさせるものと体を動かすもの、感覚ニューロンと運動ニューロンなんて言ったりするんですけど、この感覚と運動ですね、これを両方ともこう経由している、まあ、むしろこれ統合してる、処理してる、中枢、まあ、中枢ですね、もう思いっきりど真ん中でこれコントロールしてる。だから誰が偉いか、脳が偉いね、ああそうだったのか脳みたいな感じなんでございますけれども、脳偉いんですね。そしてこれね、この脳ですよ、この脳にこれ感じさせるというのがすげえ大事なんですが、さて皆さん、ちょっとびっくりする話をします。実はですね、こっからこうやって入って、まあ細かくやってくれればいいんですけど、実は結構大雑把な時あります。例えばこれ手足だったらまだいいんですけど、この中に人間ちゃんってこう内臓あったりとかするじゃないですか。こう内臓、この内臓を、あ、痛えよってこれ気づかせてくれたりする神経があるんですけど、その神経ちゃんはですね、なんとですよ、心臓が痛えって言ってるにもかかわらず、同じような神経たどって脳に行っちゃうもんだから、これびっくりなんですよ。歯が痛いって勝手に感じ取って、実は心臓が痛みを出してたってことがあったりするんですね。他にも例えばその近く、肩ですね、肩が痛いなって思ったら、実はそれ心臓からの痛みだったとか、そういうことがあるんですよ。
同じような場所から来てると結構脳って勘違いしちゃったりすることがあるんですね。特にこの心筋梗塞の時にはですね、あ、肩痛えな今日なんかとか、あ、なんか歯が痛えなって思ったら、実はこれ心臓の痛みだったって、これ心筋梗塞だったっていうことがあったりするんですね。この不思議な現象をなんというか関連痛って言うんですね。ああ、関連してる痛みなんだみたいなね、そういう感じですね。で、これちょっとまだよくわからねえよって方いると思うので、これホワイトボードちょっとね使いながらいくんですけど、ここ例えばこれ心臓ちゃんと、まあ歯があったりとかするじゃないですか。で、心臓ちゃんの神経とこの歯の神経がこう近いところにこうやって入ってったりとかして、これでこの脳ですね、脳のところでこれ感じますよなんて言っちゃった時には、これ、あれ歯か、これ歯ですよ皆さん、歯とは死んだね、この痛みが関連し合っちゃってるなって、こういう風に感じちゃうわけなんですね。で、これ実際じゃあどういう感じっていうとですね、うちのばあさんがまさしくそうでした。うちのばあさんですね、すごかったんですよ。もう絶対忘れないんですけど、僕幼稚園の時にですね、ばあさんがうわーって言って大声出したんですよ、いきなり。で、うえー何って、もう幼稚園児からしたらうえーって思うじゃないですか。で、夜中です、夜の10時ぐらいですね、あーって言って、それでじいさんとかも寄ってきて、それでもうみんな寄ってきて、ばあさん大丈夫かっつって、あーってもうひたすら悲鳴上げてるわけですよ。で、それでまあ、救急隊に運ばれていくわけなんですけど、その時にですね、まあ一命を取り留めたわけなんです。で、ばあさんがよかったら元気になってとかっつって、いやでもあの時は本当に死ぬかと思ったわと、どんな痛みだったって聞いたらですね、もう本当に胸に象が乗っかったような痛みだったっつって、象が乗っかった痛み、乗っかったことあんのみたいな、なんかびっくりなんですけど、まあ、象が乗っかった痛みなんですって。で、象のこと調べたらね、2トンとか3トンぐらいあるんですね。あれ、よう乗っかってきてたなって思うんですけども、象が乗っかったような痛み、これね、心筋梗塞を経験したことがある方はぜひね、コメント欄で書いてくださいね、どんな痛みだったか。で、その前の前兆があったんですって。で、前兆何だったのっつって、いや、なんか歯が痛かったっつってたんですよ。で、歯がなんか痛えなと思ったと。で、あ、歯が痛い、歯はね、歯医者さんだよねみたいな感じになるじゃないですか。でも、いや、歯が痛かったんですって。なんか痛えな痛えなと思ったら、ダーンってきたっつって、もうゾウさんがドーン来たみたいな、うわすげえなっつって、そういう話だったんですよね。なので、こういうエピソードとかも覚えておいていただけるとですね、あ、そうかと、胸の痛みとかこれ関連痛とか、あ、これエピソードじゃんみたいなね、こういう風にやっていくとですね、忘れにくくなったりとかするので、ちょっとね、動画時間がね、こういう風に丁寧に説明するんで長くなっちゃったりとかするんですけれども、皆さんぜひですね、こういうエピソードで一発聞けば忘れないみたいな知識にね、変えていただければと思います。本当にですね、すごいですね、象が乗っかった痛みとかですね、他にもなんかいろんな表現されてますね。でですね、小学校の同級生ですごい仲いい歯医者さんがいるんですけど、そいつにですね、聞いたらですね、あ、本当によくあるよって言って、歯何の炎症も何の虫歯とかも何も起きてないのに歯痛いっていう患者さんで、ちょっと年齢が上に上がってきてて、それでちょっと心筋梗塞になりやすそうな基礎疾患を持ってるよって、肥満だったり脂質異常症だったりとか、糖尿病だったり高血圧だったり、まあ、いろんな基礎疾患を持ってたりとかするよっていう方で、歯が痛いっていう人で歯に問題がなかったりとかした時には結構焦って、一応心臓見といた方がいいよっていう風に声をかけるって言ってました。医者同士でこう知識のね、あれを、やり取りしてたりとかするんですけど、やっぱそういうのあるよねみたいなね、そんなことがありますね。さて、話のまとめ方、常にうまいですね、上手ですね、ごめんなさいね。さて、まだまだ成長中の橋でございます。心臓ね、危険し、もうダメだ今日ごめんなさい、心臓がね、ちょっとね、こう落ちてきてるよとかね、疲れてるよとかね、なんか危険信号出してるよっていう時の症状第8位でございますね。行ってみましょう。心臓の危険信号第8位、冷や汗。心臓の危険信号第8位、冷や汗ですね。ちょっと書いていきましょう。胸管冷や。もしよければね、ノートとか書きながらね、動画見てくれたりとかするとすごく嬉しいですね。で、見たよーなんて言って、ツイッターとかインスタとかでこれ画像送ってくれたりとかしたらもっと嬉しいですね。もう本当にどん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 みんなで勉強できたら嬉しいなっていうふうに思って、このチャンネル作ってますんで、ぜひね、なんか学んだことあったよっつってね、コメント欄で教えてくれてもいいですし、アウトプットしてくれてもいいですしね、ノートたくさん書いてくれればと思います。さて、第8位は冷や汗ですね。はやって、心臓がちょっとダメージ受けてる時に冷や汗が出る、皆さん想像つきますか？実はこれですね、さっきの話の中にヒントがあるんですね。さて、ちょっと見てみましょう。はい、お前大丈夫か？
こいつですね、こいつにヒントがあるわけですね。まあ最初ね、心臓ちゃんがありますよと。で、心臓ちゃんがもしダメージ受けた時にはですね、これこうやって痛みを感じさせてくれますよって話しました。特に内臓の場合はね、結構適当だよって話したと思うんですよ。で、これ感じさせるじゃないですか。これ感じさせると何かっていうと、ちょっと皆さん想像してみてもらいたいんですけど、なんかいきなりですね、バーンドーンってぶん殴られたりとか普通することないと思うんですけど、いきなり通りかかった人にバーンってこれぶん殴られたりとかしたら、うえーってなりますよね。うえーって何してくれんだよっつって、うわーらーって感じになるじゃないですか。こわーみたいな、ちょっと手震えたりとかしながら、うわーっつって脇汗かいたりとか、うわーってこれなったりとかするじゃないですか。これ何かというと、殴られた時にやばい、これはなんかあったぞっつって戦闘態勢に人間って入るんですね。で、その戦闘態勢に入った時って、これ何かっていうと、自律神経の中のですね、交感神経という部分がですね、優位に立ってですね、よしもう戦うぜ、戦闘、もう本当に戦うぜモード、スーパーサイヤ人みたいなね、そういう感じになるわけです。セーラームーンで言えば、なんだろう、なんちゃらかちゃらみたいなね。これですね、こう心臓ちゃんがね、ガーンってこれね、うわーってこう弱くなった時もですね、これ、おい、やべえぞっつって、おめえなんとかしろっつって、あーっつって、戦闘態勢だみたいな感じになるわけですね。で、そうすると何かっていうと、わかったぜっつって、今こう、おらーってやるときに、心臓ドクドク言えやみたいな感じで出てくるのわかりますか？これ、心臓ドクドク言えやと、これ逆向きもあるんですね。わかったぜみたいな感じなんですね。で、これ、同じように脇汗も出ちゃうぜみたいな。で、いろんな汗かかしちゃうぜみたいな感じなんですね。っていうことで、ドワッて言ってこうゾワッていう感じで、これ冷や汗が出てくるんですよ。で、実はこの冷や汗って、例えばですね、医学部6年生になって医師国家試験っていうのを受けるんですけど、医師国家試験で冷や汗っていうキーワードだけでも、ふっつって医学生が、うわっこれは心筋梗塞かもしれない、わっこれは人間にとってはショックな状態かも、危ない状態かもしれないって思わせるキーワードとして重要だったりするんですね。冷や汗でございます。冷や汗、汗なんかよくかくしな、違うんですよ、冷や汗、冷や汗はやばいんですね。で、汗と冷や汗の違いってなんだろうみたいな感じになると思うんですけど、その時はですね、脈どうかなとか、意識朦朧としてねえかなとか、なんかちょっとこう痛み感じてねえかなとか、そういう風にね、いろんなものと総合的に判断したりとかして、まあ、冷や汗というあれになったりするわけなんですけど、普通の体温を下げさせるための汗とはちょっと違ったりするんですね。血圧に変化があったりとかする冷や汗だったりとかですね、まあ、そういう冷や汗のことですね。なので、心臓がちょっと弱くなってきたよって時にはですね、冷や汗をじとーっとこうかいたりとかするので、ぜひですね、これはですね、まあ、どっちにしても医者レベルですね、診察する医者レベルなんですけれども、皆さんにもですね、自分のことを診察できるようになってもらいたいなと思って、内科医としてね、発信させていただいてますので、ぜひね、冷や汗、これですね、ちょっとキーワードとして覚えておいてもらえればと思います。ちなみにですね、心筋梗塞の前兆だったりだとか、まあ、心不全の前兆だったりとかですね、でですね、冷や汗かくの実は男が多いんじゃないかというふうに言われています。で、これからですね、女の人の方が多いよっていうのはですね、この7位で説明させていただきます。あるんですね、男性と女性の差がね、ちょっと数字見てみたら、実は男性の方がちょっとね、冷や汗多かったよと、女性の方がこっち多かったよみたいなね、そういうのがあるみたいです。ちょっと僕も初めてこれ知った、台本書きながら僕も初めて知ったんですけど、そういうこと、男女差がね、症状によって出てくることはありますんでね、ちょっとね、7位説明させてください。心臓が出す危険サイン第7位、嘔吐。第7位、嘔吐、吐き気とか嘔吐ですね。ちょっと書かせてください。なぜこれ出てしまうのか、はい、皆さん、これまでの、話の中に、ヒントがあります。さあ、またね、見てみましょう。さっきのね、ヒューマンくんですね、これ心臓ちゃんがですね、これうわーってちょっと悲鳴を上げましたよと言った時に、これやべえぞって脳に伝えてくれるって話しましたね。で、そのままですね、これ下に降りててですね、心臓ちゃんドクドク言わせてみたりとかですね、血圧維持しようとしたり、脈を速くさせたりとかしようとしてるんですね。これね、ダーッとこうバイタル、血行動態をね、安定させようとして、グワーッとこういう風に反応するんですけれども、ちょっと置いといて、その時にまあ汗かかしたりしましたよっていう話したんですけど、あーだってもうこれ神経がですね、これこの内臓から、まあ汗って立毛筋とかっていうこの脇の下のね、汗腺っていう部分こう収縮させて、これ汗かかせたりとかするんですけど、まあ要は内臓から内臓に行くわけですよ。内臓から内臓に行くので、これ胃腸にもですね、これ神経走っているので、これうわって言って、うわってこう吐きそうになってしまう、これもあるんですね。胃腸に対しても神経いっちゃってるんですよ。だからこれ吐き気が出るんじゃないかというふうに言われてるわけなんですが、これも一つちょっとエピソードをね、話させてもらいたいんですけども、これはですね、僕がですね、研修医の時に本当に危なかった、もうこれ恥を忍んで言うんですけど、皆さんにね、覚えておいてほしいから言うんです。皆さんにね、ちょっとね、恥を忍んで言うんですけども、昔ですね、見逃したことがあるんですよ。これ何かっていうと、すごいんです。救急外来で、
僕とあともう一人上司がですね、2人で救急外来回してたんですね。で、救急車が4台来るよ、この時点で終わったみたいな感じになるじゃないですか。もうすでに2人しかいないし、もう4台来るって、ああダメだこれって、でその病院の近くにいる先生いないかなって、とにかく人で集めなきゃいけないって言って、バン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 電話してもらってですね、看護師さんにも、すいませんいろんな先生呼んでくださいと、来れる先生もガンガンガン呼んでくださいって言って、そしたらみんな先生全然違うところに行ってるって、やべ終わったこれもう頑張るしかねえなとかってですね、で先生と、一緒にすげえ頑張ってたんですけど、その時にですね、まあ、4人中2人はですね、なんとかなる疾患だったんですね。なんとかなるっていうのはなんか、入院の準備をしていたおばあちゃんみたいな感じ、全然あの軽症ですよみたいなね、おばあちゃんだったりとかですね、ちょっとぶつけちゃったみたいなおじいちゃんとか、まあまあもうしよしじゃああとねあとねみたいな。でこの残りの2人がですねめちゃくちゃ重症だったんですよ。どう考えても重症だったんですよ。そのうち1人はですね、どう見たってやばい感じ、あこれやべえぞと、うーってなってるし、これやべえぞっつって、で大丈夫ですかって、うわ胸が痛えとかって言ってるわけですよ。もう胸が痛えって言い出したら、あ絶対心臓だこれってなるじゃないですか。で心電図取るんですよ。そしたらですね、確実に心筋梗塞なわけですよ。はい、あ循環器の先生だけは近くにいてくれてよかったって、先生あとよろしくお願いしますって言って循環器の先生に投げるわけですよ。で、はい、もう一人ですよ。もう一人がちょっと大変だったんですね。何かっていうと、80代の女性で、あの認知症で言葉しゃべれなかったんですよ。もう普通にこういう感じです。ただゲロゲロ吐いてるんですよ。ブーッつって、ブーッつって、で大丈夫ですかって話するんですよ。大丈夫ですかつって、ずっとでーしかやんないんですよ。あでもこれはまあ返せる感じじゃないし、とりあえず内科で入院だねっつって、でしかも家族もいなかったんですよ。たまたま、ヘルパーさん、介護さんが来ててですね、それであれちょっと吐いてるなって言って気づいて、これなんかあったら嫌だなって言って救急車呼んでくれたっていう流れだったんですけど、それで、そのおばあちゃんなんかって感じだったわけですよ。でまあとりあえず返せないから入院にしましょうかって言って入院にしたんですよね。でそれも上の先生と話してですよ、あの一緒にいた先生と、まあでも返せないからね入院だよねなんて言って入院してもらったんですよ。でそうしたら後日ですよ、これ医者が一番言われたくない言葉なんですけど、橋本先生あれ昨日の患者さん覚えてるって言って、やらかした何何何みたいな感じになるじゃないですか。何何何ってどれですかみたいな、どの患者さんですかみたいな、とりあえず内科の病棟で入院させておこうって言ったあの患者さんね。はい、なんすかなんすかって、あのあと、まあ入院にあった時にはですね、あの入院の担当の、ドクターがいるので、その先生にですね、まあ、引き継いで、その後にまたその話が回ってくるんですけど、で引き継いだら、そしたら病棟で、まあ、当然心電図モニターをつけといたんですよ。で心電図モニターがピーピー鳴るからなんだろうなと思ってみたら ST が落ちてたよって、これ何かっていうと心電図で心筋梗塞見つかっちゃったんですよ。あの吐いてたおばあちゃんですよねっつって、あちょっと元々の心筋梗塞の患者さんじゃなくて、吐いてた患者さんですよねっつって、そうだよ全然あの認知症の患者さんだよ、あのおばあちゃんだよっつって、っつって吐いてた嘔吐、あ心筋梗塞の症状で嘔吐って、俺その時に初めて繋がったんですよ。でうわ確かに国家試験でも勉強してたよ、勉強してましたよ、嘔吐と心筋梗塞が確かに症状であるって知ってましたよ、知ってたけど、うわこんな形で来ると、しかも認知症ですからね、だから喋れないから気持ち悪いとか胸が痛いとか言ってくんないから、それだけですからね。あれでとりあえず心電図取ろうって言わなかったの、本当にそうか、あれ見逃したと思って、本当に入院させといてよかったって。でそのおばあちゃん助かったんですけれども、これですねそういうことがあるんですね。なので、医療従事者の方々、研修医の方ね、医学生さんね、ぜひこの教訓、失敗をね、あの教訓として生かしていただければ、もう初歩的っちゃ初歩的なんですけれども、実際にですね、あの救急車4台来たりとかしてですね、あのこっち心筋梗塞、はいこっちは心筋梗塞で、はいこっちもうドクター足りない、うわードラーってなってる時にはですね、判断誤ったりとかするので、ぜひ皆さん覚えておいてください。で、ご家族の方もですね、もしかしたら自分がってこともあるかもしれませんのでね、こういう症状を覚えておくといざという時に役に立ちます。橋チャンネルマジで役に立つチャンネル頑張ってるんでね、ぜひ皆さんチャンネル登録も高評価もぜひしてくださいね。で、あとですね、このお話させてください。ヘルスケアアカデミーですね、ヘルスケアアカデミー、あのぜひ皆さんに入ってほしいんです。で、なんで入ってほしいかというとですね、ヘルスケアアカデミー毎週金曜日定期的にコンテンツの配信をしてます。コンテンツっていうのは何かというと、医学のことをしっかり勉強できる、そういうコンテンツをですね、医者がですね寄ってたかって作ってます。で、それを皆さんに配信してますんで、ぜひ、ヘルスケアアカデミーメールで受け取れます。ヘルスケアアカデミーに入ってください。そうすると定期的にねコンテンツが届きます。それ見るだけでもめちゃくちゃ勉強になっちゃうんですが、それだけじゃないんです。
なんと毎週金曜日定期的にオンラインセミナーをやっています。オンラインセミナー何かというと、いろんな科の先生がですね、毎週金曜日定期的にオンラインセミナーやってくれます。循環器の先生だったりだとか、心臓の先生ですね、心臓の先生だったり、皮膚の先生だったり、耳鼻科の先生だったり、この手はなんだ、内科の先生だったり、本当に産婦人科の先生だったり、いろんな先生がですね、毎週金曜日いろんな科の先生が来て、セミナーをやってくれます。で、そのセミナー聞いてるだけでもめちゃくちゃ勉強になるだけじゃなくてですね、質疑応答とかもできたり、もうその、セミナーの前にですね、質問を集めたりするので、いろんな質問できたりします。なので皆さんぜひですね、ヘルスキアカデミーに入っていろんな科を勉強してみてもらいたいんですよね。で、その話はですね、後で大切な話になるんですけど、さっき今、これ嘔吐とかっていう話したじゃないですか。嘔吐って消化器なんですよ。内科の話なんですよ。これがまさか循環器で学ぶことになると思わなかったみたいな。これですね、本当にいろんなこと勉強しないと、人間の体ってものすごいつながってるの で、特に心臓なんて体の中心なんでね、全身につながる臓器なので、なのでこれ勉強しておかなきゃいけないんですけど、心臓だけを見てるとこれ吐き気とかそういうのにつながらなかったりとかするので、ぜひね、いろんなこと勉強しなきゃいけないんだ、医学って障害学習で奥が深いんだなっていうふうにね、思っていただけたら嬉しいなというふうに、思います。ヘルスケアアカデミーぜひ入ってください。で、ヘルスケアアカデミーどうやったら入れるのってちょっと興味あるよって言ってくれる方はですね、ちょっと説明するんですけども、はい、皆さんね、今僕のチャンネル動画見てくれてると思うんですけれども、すごいイケメンが映ってますね。で、これですね、例えばですね、このタイトルの部分をこうクリックしていただくとですね、これドクターハッシーからの大切なメッセージっていうのね、概要欄が出てきます。そこでね、ヘルスケアアカデミー、おすすめ度ってとこをクリックしていただくと、ホームページ出てくるんですけども、これじゃなくてもですね、例えばこの下のところにですね、コメントっていうのがあります。で、このコメントの一番上のところにですね、ここにもハッシーからの大切なメッセージ書いてあります。ここでね、ヘルスケアアカデミーのホームページを押していただければ、はい、ヘルスケアアカデミーのホームページ出てきます。ぜひですね、ヘルスケアアカデミーホームページチェックしてみてもらいたいと思います。さてね、第6位いきましょうか。ちょっとね、時間かかってきちゃってね、できれば心臓を大切にする方法なんても話したいななんて思ってたんですけど、ちょっとこのペースだと厳しいかな。また違う動画で撮りたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録をしてリクエストでね、コメント欄に心臓にいい食べ物とか、心臓にいい行いだったり生活習慣だったり、呪いだったりないかなみたいなね、なんかそういうのね、ちょっとコメントでリクエストでいただければと思います。とりあえず今日はですね、危険信号の話を1位までさせていただきます。さて、心臓が発する危険信号第6位ですね、いってみましょう。心臓が発する危険信号第6位、動悸。第6位、動悸ですね。ちょっと書いていきましょう。胸管冷や吐き動悸。動悸ですね。動悸っていうと、まあドキドキするかなっていう感じだと思うんですけれども、まあそれで大方間違ってないんですけれども、医療従事者が言う動悸とですね、一般の方の動悸っていうのはちょっと違ったりします。で、一般の方の動悸っていうのは、なんかすごくドキ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 しちゃって、なんか気になっちゃうんだよねとかなんですよね。で、実際心電図取ってみるとですね、まあドキドキしちゃってるだけで、まあドキドキ感じてるだけで、実は脈も速くなってないよとか、そういうことはあるんですね。で、医者が言う、まあ医療従事者が言うですね、この動悸っていうのはですね、動悸症状、動悸用症状のことじゃなくて、実際の動悸だったりするんですね。例えば心臓がすごい速く動いちゃってる、これがまさしくの動悸でございます。で、この動悸ですね、じゃあどうして心臓が落ちてきてるとき、ちょっと弱くなったなってときにこの動悸が起きてしまうのかと言いますと、ちょっとね、また絵で説明します。電気生理学の話さっきしたと思うんです。この心筋細胞がですね、電気ビビビビってこういう風にやるから、すげえスピードギュギュギュってできたりとかするんだよって話したと思うんですけど、さて、この中のこの心筋細胞たちの中の電気の動きがすげえスピードになっちゃったりとかしたときには、これどうなりますか、心臓。はい、そうなんですよ。これ本来だったら1秒にドクン、1秒にドクン、1秒に1回でしたね。1分間に60回こうやってドクンドクン言ってたわけなんですけど、これがですよ、もし電気の行き来がすごい速くなっちゃったり、なんかいろんなところでぐる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 電気回り出しちゃったりとかした時には、これどうなるかっていうと、心臓がドクンドックンじゃなくて、ダダ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 とか、こういう風にね、すごい速くなっちゃいますよね。これがいわゆる動悸だったりするわけなんですけど、心臓がダメージを受けてない時にはちゃんとドックンドックンとこう電気が流れるためにドックンドックンってやってくれるんですけど、もしね、心臓がダメージを受けてたりとか、ちょっと疲れてたりとかするときにはですね、この電気の流れも当然おかしくなります。なんでかっていうと、心臓も心筋細胞って細胞だからですね。なので、行き来するのもね、すごい速くなっちゃったりとか、逆にちょっと遅くなっちゃったり、行ってほしい時に行ってくれなかったりとか、そういう風になっちゃうわけですね。で、こういうの全部含めて、脈がおかしくなってるよっていうので、動悸というわけですね。なので、不整脈に伴う動悸という話になるわけですね。まあ、症状の名前
なの動機っていうのはね、まあドキドキするよって感じるだけのこともあるんですけど、うちらの場合はですね、不整脈に伴う動機のことをやっぱり動機っていうので、不整脈、あ、これ起きてないかな、やっぱ心電図取ったりとかして確認したり、ここのね脈、こういうふうにここのとこ触ってですね、あれ脈どうなってるかなっていうふうに見たりとかするわけなんですけれども、ぜひねちょっと心臓心配だなと思った時にはですね、ちょっと真似してみてもらいましょうか。ここの部分ですね、これ見えますかね、ここの部分をちょっとこういう風にしてグッとこういう感じで触るんですね。ここの部分です。ここなんかちょっと説明難しいんですけど、ここですね。はい、そうするとこれピクピクって見えますかね、合ってました、あ、見えましたかね、ここの部分ですね、ここの部分、ここの部分をこうやってやると、これでもう説明下手くそだなおいごめんなさいね。ここの部分をこうやって触ってあげて、トクントクントク、ほら指ちょっと動いてません、わかんねえなすいません。はい、ここのとこね、あれちょっと心臓疲れてるな、ちょっとやばいかもなと思ったら、こうやって自分でね脈取ってみたりとかして、あ、うん、1秒に1回大丈夫だとかって、こういうふうにね安心してもらったりとかするとすごい嬉しいなと思います。はい、さて、第6位まで動機ね、不整脈の話しました。さあ第5位、4位、3位、1位、ここら辺ね、ちょっと、また毛色が変わってくるんですけども、説明させてください。心臓の危険信号第5位、息切れ呼吸困難。はい、息切れ呼吸困難ですね。ちょっと書いていきましょう。胸間冷や吐きドキイキ。はい、どっかの男みたいな名前ですね。はい、息ですね、息切れ、呼吸困難でございますね。さてちょっとですね、新しい絵を描いていきたいと思います。さてこれね、説明できますか、なぜ心臓がこうやってちょっとねダメージ受けて弱くなってきちゃったよとか、疲れちゃってるよっていう時にですね、息切れ呼吸困難が起きてしまうのか、これがですねきちんと説明できる方はですね、もう医者レベルでございます。ちょっと書いちゃいましょう。ハートくん2号ですね。心臓ちゃん、皆さん心臓ちゃんって何してる臓器だったか、ちょっと改めて思い出してほしいですね。心臓ちゃん何してますか。はい、そうですね、体中に血液を送ってましたよね。体中に血液を送ってます。なのでちょっと血液を送っていきましょうっつって、青のペンじゃダメですよね、赤でいきましょう。体中に血液を送っていきます。でちなみにですね、心臓っていうのはですね、この真ん中のところにギャーっていくようになってるんで、実はここら辺からボーンとこう出るわけですね。ちょっとねリアルに書きましょう。はい、これ大動脈っていうですね、大動脈って心臓からギャーっといって、ここ血液がビューっとこう出るわけですね。でオラーっつって、これちょちょちょってこれ後ろ側通ってですね、でこれ体中にオラーっていきますよっていうのは、これ大動脈ってやつなんですね。でちなみにこれ上の方に一回上がってるのは、なんでかっていうと、この上の方、心臓の上の方、さあ何がありますか。はい、そうですね、これ脳がありますよね。こうやってね、こうやって血液が、血管がこうやって走るわけですよ。なので心臓からね、こうやって大動脈通って、これ脳の方に行きますよみたいなね、で腕の方にも行きますよみたいなですね、こういう風に、まあ、オラーってこうやって行くわけですよ。心臓がギューってやって血液をオリアって送るわけです。さあ何のために血液を送るんでしたっけ。はい、ありがとうございます。これ酸素届けるためにでしたよね。酸素届けるために、これ血液の中で酸素溶かして、これ体中に行きますよっちゅうのが、これ心臓ちゃんの役割なわけですよ。オリアって送るわけです。さて心臓ちゃん、この血液どっから持ってきましたか皆さん。はい、そうですね、これ血液どっかから持ってこなきゃいけないですよね。持ってこなきゃいけない。さあどっから持ってくるか。はい、全身から持ってくるわけですね。ありがとうございます。全身からこれ血液持ってきますよ。よいしょよいしょ、シンプルですね。はい、これですね、この下から下大静脈っていうですね、静脈からこれ体中から血液持ってくるのと、あと上から上大静脈ってところから血液を持ってくる。これでですね、この心臓ちゃんっていうのは血液を回収して、そしてまた送って、回収して送って、入れて出して、入れて出して、これ男性女性みんな大好きだと思うんですけども、これ入れて出してやるわけでございますね。はい、でさて来た、このね汚れた血液、酸素とかもうなくなっちゃった血液が全身から集まってくるわけです。それをまた送ったら、おめえ何やってんだって話になるわけじゃないですか。ぐるぐる回すだけじゃねえかと。それじゃないですね、血液、酸素がなくなった血液を集めて、ここでなんとか酸素を無理やりでも突っ込んで、そして酸素溶かした状態でギュッとこう送り出して、体中に血液を送りたいわけなんですよ。さて1回だけ心臓からちょっと違う臓器に行ってまた戻ってきます。いいですか、ちょっと難しい話したんでもう一回ね。これ体中から血液が来ます。これ酸素が含まれてない血液です。その血液ちょっと1回だけふにゅってやってですね、ちょっとどっかの臓器に1回行くんですよ。で行ってまたふってやって血液戻して、それで酸素たっぷりにして体中に血液を送ります。酸素たっぷりの血液を体中に送るわけでございます。一瞬だけヒュッと違う臓器に行くんですけど、その臓器なんていうか分かりますか。はい、ありがとうございます。書きますね。実はこの心臓の横についてる臓器です。
はい、ここですね、ここの部分、ここの部分です。さあ、これなんというか、はい、はいですね。ちょっと血液の流れを書くとですね、静脈、下大静脈、上大静脈からですね、酸素が足りない血液ここに入ってきます。で、酸素が足りない血液が入ってきて、酸素が足りない血液がこれ青が入ってきます。で、この青を一回肺に送ります。肺に送ります。で、皆さんちょっと息吸ってみてください。はい、今酸素が入ってきました。その酸素をここの1回入ってきた、肺に入ってきた血液に溶かしてあげて、そして酸素たっぷりにした状態で心臓に戻してあげて、そして心臓から全身に回してあげる。おお、こうやって酸素って血液の中に取り込まれてたんだ。感動してくれた方いますか？これが医学の感動ですよ。すごくないですか？やるだけで酸素入って、その酸素は心臓から送られてきた血液に溶けてくれて、そして心臓にお戻しいただいて、そしてこれに出して入れてこうやって体中に回っていくと、もうすげえぞ人間の体ってね。僕これ医学部1年生2年生の時に知ったんですけど、すげえじゃん心臓も肺もめっちゃ偉いじゃんって、いや俺肺のことバカにしてたわってね、思いましたけれども、すごいですね。あ、本当にバカにできない臓器たちですね。で、逆になんですよ、逆に心臓が弱ってきた時に、心臓ちょっと弱ってきた時にこれどうですか、ぐっとこう広がって折り合ってギュッて収縮してて、これ両方とも弱くなっちゃうので、これ肺にですよ、肺にこれ血液ちょっと送りづらかったりとか、肺から酸素含んだ血液を心臓に戻しづらくなっちゃったりとかするイメージ湧きますかね。この肺と心臓ってマジで本当に一緒になって、もうすごい大事な臓器だったりするわけなんです。心臓も肺もすごい関係し合って生きてるわけなんですね。なので、もしこれ心臓がちょっとね弱くなってきちゃった、疲れてきちゃったって時にはですね、肺との連携も悪くなってきちゃうんだな、そういうふうに思っていただけると、いいと思います。でですね、これ体中にもしね酸素が送れなくなるわけですよ。この心臓の動きが弱くなったりとかすると、体中に酸素をたっぷり含んだね、血液を送ることができなくなってくるわけです。そうするとどうですか、体中皆さん疲れませんか？はぁってなりますよね。もっと酸素欲しいって感じになるじゃないですか。これが息切れっていうやつです。これがこの息切れですね。そして、さらに、こういう風になってる状態、これを呼吸困難という風に言うわけですね。体中に酸素が足りない状態、これを息切れ、呼吸困難という形で症状に現れてくるというわけでございます。さあ皆さんどうでしょうか。なかなかねこういう話って医学部に行かないとね聞けない話だと思うんですけども、すごいイメージ湧いてきたよって方はですね、もしかすると、ね、あの道端に倒れてる人がいた時に、あ、これちょっと肩呼吸になってるぞと、これ息がもしかすると心臓のことも関係してるかもしれないななんて思えちゃった日には、これもう救急の頭になってきますからね。はい、すげえもうレベルボーンしちゃいますから、ぜひ皆さんね、いろんなことこう勉強していただけると嬉しいですね。僕のチャンネルでもそうですけど、ヘルスケアアカデミーだったらね、もっといろんなこと勉強できますし、あとですね、これですね、あの僕がもう一軸超丁寧に書いてる薬の取説ですね、心臓についての薬の話も書いてあります。確か高血圧の話とかもね、これ薬の話書いてありますし、薬ってどういうものだよっていうものからですね、薬は天使か悪魔かみたいな話が書いてあります。あのね、ワクチンの話とかもありましたからね、今回はね、この時期いろんなことありましたからね、本当に ありますね。循環器ですね、循環器、高血圧の薬は減薬中止できる可能性があるなんていう話からね、はい、高血液をサラサラにする薬をむやみに欲しがらないなんて話までね、偉そうに書いてありますけれども、もしね皆さんがねたくさんお手に取っていただけるいただけたらですね、これ重版かかってですね、その時に過失修正できたりとかすることもあるのでね、ぜひ皆さん、あのもっともっといい本作りたいなと思うので、僕もたくさん本に救われて生きてきたので、本出す側になってみてからですね、やっぱり本ってすごいいいもんだなっていうふうに思いました。僕自身の知識の整理にもなりましたし、もっともっと勉強しなきゃなっていうあの欲求にも変わりましたしね、やっぱり本って大事ですね。学ぶ方も読む方も、書く方もやっぱり楽しいので、ぜひ皆さんお手に取ってもらえたら嬉しいです。Amazon で買っていただいてもいいんですけど、書店さんとかに行って買っていただいた方がですね、あの書店さんの売り上げにつながるので、僕はですね、あの大手は別に儲かなくてもいいと思ってるんです。どっちかというと地域の商店街とか盛り上がるようにね、あの書店とか盛り上がらないとですね、やっぱり日本って盛り上がっていかないんじゃないかなって思ってるんです。なので皆さんぜひですね、僕も昔バイトしてた本屋さん潰れちゃいましたけど、ちょっと悲しかったんでね、本屋さん盛り上げる意味でも、もし売ってなかったら取り寄せしていただければと思います。さて、5位の
の話したんですけど、もう4位もですね一瞬で分かります。もう本当に同じこと言ってんじゃんって。でだん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 ですね、医学の知識レベルアップしてくるとですね、医学のレベルが上がってくるとですね、あーなんだそれも同じ話なんだ、あーそれも応用できるよねって、もうどんどんどん繋がっていきます。で気づけば暗記が必要なくなります。もう論理で考えられるので暗記必要なくなってくるんです。なので医者って確かにめちゃくちゃ勉強してなるんですけど、なった後ですね、そんなにたくさん覚えることって、まあ確かに例外とかたくさん覚えていくんですけど、むしろ覚えるのは例外だけなんだなって感じになってきて、知識ってつながっていくんですね。なので皆さんにもですね、ぜひ橋井チャンネル知識どん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 つなげていって、自分の木みたいなのを作ってもらえたらなというふうに思います。さあ第4位いきましょう。心臓が出す危険信号第4位ですね。心臓が出す危険信号第4位、倦怠感疲労感。はい、第4位倦怠感疲労感ですね。ちょっと書いていきましょう。あ、同じこと言ってんじゃん。息切れとか呼吸困難とか、全身倦怠感、これだるいって意味ですね。倦怠感ですね、とか疲労感、疲れたとかですね、もうあ、じゃあ同じような感覚なんだなと。で、まあ、確かに細かい定義とか見るとねあれなんですけれども、まあでも症状なのでね、ちょっと似たような症状だったりすることもたくさんありますよね、名前なんてね。なので、名前というよりはもうこの なんて言うんだろう、 もはやニュアンスですね。YouTube のいいとこですね、こうやって動画で説明できるので、まあ、ニュアンスが伝わるっていうのがね、あの動画の面白いとこかなと思います。でもし勉強したかったらまたね本とかね、ヘルスケアアカデミーとかでもねしっかり勉強していただければと思います。さて第3位いきましょう。もうねテンポよくいきましょう。早く大切な話したいんでね。心臓の危険信号第3位、チアノーゼ。第3位チアノーゼですね。書いていきましょう。チアノーゼですね、聞いたことある方いらっしゃると思います。さあチアノーゼ説明できますか皆さん。はい、ありがとうございます。チアノーゼ、まあ、チアノーゼはなんかそのイメージ、唇ですね、この唇の色が、まあ、僕の場合これ今ピンクですけれども、これがですね紫に変わってきちゃう、ちょっとね暗褐色みたいな、ちょっと暗めの色になってる、なったりとかするんですけど、ちょっとこの唇見てもらいたいんですけど、ごめんなさい汚くて、これちょっと押しますよ、いきますよ、で離すんでちょっと見ててください。ほら見ました今、もう一回いきますよ。はい、変わりましたよね。一瞬白くなってこれまた赤くなったじゃないですか。これどうしてだと思います皆さん。はい、ありがとうございます。ちょっとね絵描きましょう。あなたの心の隙間を埋めますみたいな感じになっちゃいましたけど、まあまあいいや。ここですね、この唇のところ、ここにはですね実はものすごいたくさんの毛細血管が走ってるんですね。毛細血管です。すごい細い細い血管が走ってるんですね。でこの血管、ここのところちょっと見てみるとですね、イメージとしてはこの表面のところ、表面のところがこれここだとして、でその下にこれ血管がこうやってこういう風に走ってるわけですよ。なのでこれ上からグーって押すと、ここをグーって押すことになるので、この血管が一回ヒュッとこうペターンってなっちゃうわけですね。ペターンってこういう風になるわけです。まあちょっと血液が流れづらい感じですよね。こういうイメージですかね。こうちょっとペターンって感じになるわけです。力づくグーって押したりとかすると、そうするとここ血液流れなくなるので、一瞬血流が消えて白くなって、でその後にフッてやれば、まあ、当然また回復するので、シュッてまた元に戻ってくるので、じゅわーっとこれ赤くなるみたいな。ということでここ押して白くなって戻るってことは、ここに血管がたくさん走ってるっていう証拠なんですね。でその血管が走ってるところには当然血液が流れてるわけなんですけど、この血液、酸素がたくさん含まれてると赤いです。で酸素がたくさん含まれてないと何色になるかっていうと、ちょっと青っぽい色になります。青っぽいってどういうことっていうんですけど、これ見てみてもらいたいんですけど、ご自身のね血管とかちょっと見てみてもらいたいんですけど、ほらこれ外から見る血管ってちょっと青っぽいじゃないですか。これ、心臓にこれから戻っていくよっていう血管、血液なので、これ静脈血、青いんですね。でそれがって言って肺で酸素たくさん含んで、それで血液体中に流れるよってやったら、これ赤くなるんですよ。面白いですね。はい、青と赤で、これですね、心臓がもしちょっとダメージ受けて弱くなってきたなって時にはですね、ここの唇の色が青くなってきたり、はぁってこういう風に疲れてきたりって、こういう風にもうなんか全部イメージ湧きますでしょうか。これがですね、あの医者の見方、診察の仕方、考え方ですね。なので、例えば倒れてる人見た時に、あれこれ唇、あ、青くなってる、これチアノーゼだって言って、それで脈取りに行くわけですよ。あ、で脈、あれもしかするとちょっとドキドキいってるかな、もしくはちょっと脈、不整脈起きてるな、とっくんとっくんじゃない、とっ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 と、あ、なんかおかしいぞとか、これ心臓なんかあるなってこういう風に見えてくるわけですよ。で、冷や汗なんて書いてて見てください。あ、これは重大だと、これすぐに救急
急車呼ばなきゃいけないです。あ、すいません、お願いします、人たくさん来てください、もう何かあなたね、救急車お願いします、あなたね、なんとか、だん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 こう流れになってくるね、イメージ湧きますでしょうか。これがですね、医者の見方考え方っていうやつですね。もうどん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 僕の持ってる知識、今まで経験した10年以上の医者の、知識ですね、全部皆さんにこう共有していくので、僕救急とかも結構やってたので、もう皆さんに、ね、救急の話とかもどんどんしたいんですけど、ちょっとねレベルが高すぎたり難しすぎたりとかすること結構あったんで話さなかったんですけど、もう皆さんね、あの健康リテラシーすごい上がってきてる、高い方がねここまで見てくれてると思うので、バンバン喋っていっちゃいます。話どんどん脱線したんですけど楽しんでください。第2位いきましょう。心臓が出す危険信号第2位、失神ふらつき。第2位、失神ふらつきですね。ちょっと書いていきましょう。胸間冷や吐きドキイキ検知や神。神って書いたのは失神の神ですね、神様ですね、失神の神、神を失うって書いて失神ですね。さあ、なぜ神を失ってしまうんでしょうか、なぜ失神してしまうのでしょうか。さあ、今までの話の中に実は布石がありました。さあ、ちょっと言いましたよね、大動脈がシュッとこういって体中に行きますよ、で上にも行きますよって言いました。さあ、上に行く、これどこに何がありましたっけ。こういう感じですよ、等身大だとこういう感じでございます。すげえ、本当に等身大みたいな、すごくない、こういう感じです。ということで、これ上に行くっていうことはこれ脳に行くわけですよ。さあ、もし心臓の動きが弱かった時にはどうですか、血液は脳に行きづらいわけです。脳に血液が行きづらいと、特にですね3秒ぐらい血液脳に行かない時にはこれっていう風にこれ倒れてしまいます。脳に3秒いかなかっただけでこれ人間って失神しちゃうんですね。なので心臓から血液が脳に行かないので失神、もしくは3秒いかなければ、ギリギリ2秒とか 1.5 秒だったらはっはっていう、こういう感じですね、ふらつきっていう状況になるわけですね。はい、皆さんどうでしょうか、イメージ湧きましたでしょうか。めっちゃ勉強になってるぜ、ここまで一応ついてきてるぜって方ですね、もうコメント欄でここまではついてきてるぞって教えてくださいね。もうね、本当に難しい話ばっかりでつんまんない動画で申し訳ないんですけど、できる限りね、なんかあの笑顔になってくれる人が増えるようにね頑張っていきますんで、皆さんもどうぞドクターハシをよろしくお願いいたします。さあ、第1位いきましょうか。心臓が出す危険な信号第1位ですね。心臓が出す危険信号第1位、手足のむくみ。はい、第1位、手足のむくみですね。ちょっと書いていきましょう。むくみですね。さて、皆さんどうでしょうか、僕のチャンネルね、とにかくどうでしょうかって、こういう風にね、主体的に考えてもらいたいなっていうのがあるんでね、聞いてるだけだとね、やっぱね、つまんないじゃないですか、眠くなるんでね、皆さん、すごい頑張って、いろいろ頭働かせながらね、まあ、寝る前に見てくれてる方もいると思うんですけど、頭働かせながら考えてほしいです。さあ、むくみ、なぜでしょうか。しかもですよ、これ、むくみはどこに出るの、手足のむくみもそうなんですけど、顔のむくみとかもそうなんですよ。むくみでございます。血液送るっていう話もしたんですけど、心臓はもう一個なんかしましたね、ホワッてやって広がって血液を回収するっていうお話させていただきました。さあ、血液を回収する力が弱くなってきた時にはこれ血液を回収できなくなるということで、体中に水が溜まりやすくなる、これがむくみですね。手足のむくみです。はいはい、それです、上ですよ、上もです。これ上から血液こうやってきて心臓に溜めるわけです。それで肺とやり取りして酸素を含んで、それで体中に送るっていう話しました。でも心臓がふって広がるのがちょっと弱くなっちまった、これ血液が戻りづらくなっちゃった、そうしたら顔も、はい、これむくむっていう話なんですね。顔面浮腫ってやつですね。はい、手足のむくみ、顔面浮腫、まあ、こういうふうに心不全の兆候として、ありますけれども、やっぱり心臓がね弱くなってきたりとかすると、もしくはちょっと疲れてるなって時にはですね、こういう症状出てきます。ぜひですね、皆さんね、これから大切な話でちょっとまとめるんですけど、こういうのね、今日いかがでしたでしょうか。いろいろね見ていただいたと思うんですけれども、あ、確かにね、こういう症状最近増えてきたなっていうのがね、もし集まったりとかしたら、最近病院行くの億劫だったなとかって思うところもあると思うんですよ。でもですね、コロッと心臓ね悪くなっちゃうこともありますんで、ぜひね、健康診断とか定期検診とか、普段のかかりつけの先生にね、最近そういえば高血圧の薬もらうの忘れてたなとかですね、そういうことあれば勇気出して病院行っていただければと思います。そしてですね、大切な話させてください。大切な話、はい、大切な話ですね。まあ、ちょっと僕がですね、医学部、まあ、ほとんど大学で授業をあんま聞いてなかったんですけれども、すごい大好きな感染症の先生がいてですね、もうその先生の名前言っちゃって大丈夫かな、言っちゃいけないんでしょうけど、言わないように気をつけるんですけど、神谷先生っていう先生がですね、もうすごい素敵な先生で、授業の終わりの時にですね、なんか名言を、教えてくれるんですね。で、神谷先生すごい楽しそうに話すんですよ、名言。なんとかかんとかで何々やって、しかも英語なんですね。外国人の方の名言なんですね。偉人の名言なんですね。で、
こうこうこうで今回の授業ではこういうことを伝えたかったんだみたいな風に言うんですけども、みんなねポッカーンって感じなんですね。もともとその名言も名言かどうかよくわかんないような名言だし、しかもそれ英語で言われちゃったらもっとよくわかんないし、その偉人誰かわかんないし聞いたこともなかったしみたいな、そういう感じなので、僕の場合はですね、日本人の、日本語のですね、名言だったりとか、まあ、僕が作った過程に名言、まあ、迷った言葉かな、名言をね発表させていただいてですね、この動画の、締めにしたいと思うんですけれども、僕の名言ちょっと聞いてください。木も見て森も見るですねなかなかね、もうほんとただの欲張りなんじゃないかっつってね、木を見て森を見ずみたいな、それの反対、こっちの方が僕はしっくりくるんですよね。木も見ないと、森も見れないと思ってるんですよ。でどういうことかっていうと、まあ多角的な視点つけろって意味では同じなんですけれども、例えば今日心臓の話しましたよね。でも心臓の話したのにもかかわらず、確かに最初は胸とかね、共通だったりとか、まあ、心臓の話しましたよ。でも気づけばですよ、冷や汗とか吐き気、消化器症状ですよこんなの。これですよ、息切れとか呼吸器症状まで出てきちゃって、チアノーゼだったりとか、もう本当に湿疹ってもうこれふわってなっちゃうとか、もう全身症状出てきて、むくみが出てきて、全然違うじゃないですか。でもこれ今日の話いろいろ聞いてもらって思ったと思うんですけど、あ、心臓は確かに体の中心だから全身にこう影響をね与えるような臓器だから、確かにいろんな症状出てくるな、ここまで聞いていただいた時には分かると思うんですけど、さあ皆さん、これがですよ、例えばどっかのブログとかどっかのあれで、ちょろっと書いてあるやつで、はい、心臓がねあれになった時の症状がね10個なんていう時にさ、例えば共通なんちゃらなんちゃらなんちゃらって、あ、これ全部覚えるのか無理だ、はい、もう全部医者に丸投げみたいな感じになるのにイメージ湧きますでしょうか。だけど今日の動画丸々1本見た方、ぜひコメント欄に書いてください。1本見て正解だったとか、1本見て全部分かるようになったとかって、ね、言っていただければすげえ嬉しいです。1本見てどうだったかぜひコメント欄に書いてください。でこれ全部つながってるのが分かったと思うんですよ。もしくは全部これが応用の効く知識になったと思うんですね。なのでぜひですね、皆さんにはですねお願いがあります。これからの動画、木も見て森も見るみたいなイメージで医学勉強してくれると嬉しいですね。あ、そうか、心臓ってすっげえ面白いなって思ったからこそ、心臓ってすげえなって、大切にしなきゃいけない臓器なんだなって、普段から健康診断行かなきゃいけないんだって思った時にですよ、初めて、わ、そうか、人間の体ってこういう風になってるんだって、肺のことも分かるようになる。肺のことだけ勉強してても心臓のこと分かんないですけど、心臓のこと勉強して肺のことも分かるようになるんですね。こういう風にこういろんな臓器行ったり来たりぐる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 見てもらえると、これ森も見れる、人間の体も医療も全部全部の景色がこう見えるようになってくるんで、ドクターハッシーものすごいいろんな動画出してます。再生リストなんていうのも作っています。ハッシーのねチャンネルのところから再生リスト、あ、ちょっとねその話しようか。はい、今これねハッシーチャンネル見てくれてると思うんですけども、これね、ここのこれ再生リストって、ここに再生リストっていうのがあるんですよ。うち見えますかね、再生リスト。でこの再生リストっていうのを見ていただくとですね、これね、例えば、がんの話だったり、認知症の話だったり、介護の話ですね、糖尿病の話だったり、人気のやつとかですね、まとめてあります。ヘルスケアアカデミーに出てくれる先生のね、再生リストもあります。ヘルスケアアカデミーに出てる先生のね、チラ見せヘルスケアアカデミーのみたいなのもあります。ですね、再生リストから見ていただくのも全然 OK です。あと、YouTube ライブとかで質問を受け付けたりとかもしてるんで、ゲリラライブになるので、チャンネル登録して、通知オンにしておいてもらえると、あ、ハッシーライブ始めたななんて見てくれることも、嬉しいですね。ぜひ検索のところで、ドクターハッシーって検索していただくね、癖つけていろんな動画見ていただけると嬉しいです。以上、ドクターハッシーでした。こんなところまでね、見ていただいて本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。